はい。元気を出すためのやる気づくりを発信する税理士の大野明です。結構ね、今回、前回の昔は勉強大嫌いだったが、今は学ぶことが大好きになった理由、もうパート6もなっちゃいましたね。やっぱしまあね、ちょっと自己満かもしれないですけど、やっぱ本当に、自分が言いたいなと思うこと、発信したいなと思うこと、やりたいなと思うことですね。こういうことっていうのはまあ仕事でも同じですけど、本当に嫌にならずに続けられますね、本当に。はい。まあもちろん情報発信ですので、ね、なるべくね、わかりやすく、またね、ちょっとこういう、ちょっとストーリー系になっちゃいますので、もうね、自分の自己分析ってことも自分の中ですごい兼ねてすごい勉強になるんですけど、まあそういうとこもあれですね、また見ている方々が、なるほど、こういうところの転機があったから、こういうふうな気持ちになったかっていうこともまた教えていただけたら嬉しいです。はい。では、ちょっと、前回の続きですね。じゃあ、やろうっていう決心もついて、もうそういう理由とかですね。まあ、だいぶちょっと分析ができていると思うんですけど、そのためにまずやるにあたって税理士を、基本的に、まあ、大学が出てないと受験資格っていうのがあるんですよ、唯一。他の試験っていうのは司法書士さんとか、社労士さんとか、行政書士っていうのはいらないんですけど、税理士はなぜか受験資格っていうのがあって、もうこれも僕としては鬱陶しかったんですけど、基本的には大学ですね、4大とか、まあ短大でもそうですけど、経済学部とか、まあ法学部とかですね、こういうのを出てないとなれないと。なれないっていうか受験ができないって言われたんですよね。もう僕としてはできたらあれですよね、いくら5、6年かかるって言われても、もう早くて5、6年ですからね、本当に。もうそれこそ10年とか、もう本当に今でも聞いてる中だと、もう20年とかやってる方とかいますもんね。まあ、いまだ慣れないっていう話なんですけど、だから僕はまあそういう、まあなんですね、呪縛って言っちゃなんですけど、もうね、今でも本当勉強してたらこうやって情報発信もできてないですし、ね、いろんな方々とも会う機会、損失ですね。こういうこともなかったでしょうし、はい、ラッキーな。まあ、だから、本当に皆さんとしね、しては、まあ、いろんな税理士に限らず、資格試験とか、もう新しくチャレンジしたことっていうのは、もう早めにできたらあれですよね。完結できたりしたらいいですよね。資格に限ってはですね、ごめんなさい。はい。それで、まあ、そうなった時に、じゃあ僕どうするんだって話ですよね。実は、まあ、さっき言った駿台トラベルっていう旅行が関係の専門も、もう中退しましたし、まあ、だってね、やる気が出ないですからね。いても無駄だしみたいな。ただまあちょっと高校の頃の先生の義理で、まあ一応2年間大学って形は取りましたけど、だから今思うとちょっと親には申し訳ないですね、お金だけ払って。はい。それでまあね、僕みたいな偏差38の機械科の出身で、もう法学経済っていう概念じゃないですよね。たまに皆さんから工業って言うと理工学部ですかって言われるけども、そんな大層なものでもないですし。そうするともう日商簿記1級っていう、もう本当あれですね、ひどい時には1%しか合格率がないっていう試験ですね。もうそれこそでもあと公認会、これもう本当分母が厳しいんですよね。そもそも日商簿記2級受かった人たちももちろんですし、ね、結構上場企業の経理の方とか、まあこういう方たち優秀ですからね、本当6大とか出て。とか、あと公認会計士さんになる人が予行練習で受けるっていう、もうこたまったもんじゃないですよね、予行練習で受けられちゃう。あとはもう本当僕みたいなんですよね。もう税理士になろうっていう、もうその夢に向かってギラギラした人たちが受けるような資格ですので、そもそも分母の層も結構優秀な方々の上で、さらにその分子ですよね、のパーセンテージも低いっていう、本当にしかも問題も現実難しいですね。専門学校でやってる問題はもちろんですけど、さらに公認会、要するにやってる問題以外のものも出て、もうサプライズですよね。そういう問題とかも出ちゃうので、本当にメンタル面ですよね。メンタル面もある程度強くないと、この試験を本当に受からないと思いますよね。もうここでも大体があるんですよね。もう一発合格なんてできるような試験じゃないのです。ましてや僕みたいな人間ですね。だからまあ、柴山先生という方も、簿記講座をネットの方で、今、やっていますので、学校の方を、そこで日商簿記1級を、偏差38の僕が受かったかっていう、その税理士っていう前に日商簿記1級だけでも、偏差38の人が受かるっていうのは、すごいことみたいですね。はい。まあ、僕としても自分でもこれについては日商簿記1級合格できたっていうのは本当にあれですね。もう先ほど言った元気
まさにその自信、まあその今度いろいろご説明しますけど、きっとこの元気の前はそのやる気なんですよね、逆算すると。でもやる気を出すためには絶対自信が必要なんですよね。自信があるからやる気にもなるし、それでやる気があるからこそ元気になれるっていう、この3ステップ、もっともっとステップっていうのあると思うんですけど、自信のつけ方とか。そのために、だからもうそのこの情報動画で発信していきたいのはもう自信ですね、結局やる気の前の。その自信がつくっていうのは結局の話、そのやっぱり知識とか人から認められるとか、そういうことがつくからこそやる気がだんだん出てくると。はい、こんな感じです。まあすいません、全然なんかこう今あれですね、今回その進まなかったんですけど、まあ結局の話、何がそのストーリーとしては簿記3級ですね。簿記3級から2級、3級受かったら2級、その後に簿記1級って試験ですね、先ほど言った難関の。そのまあ厳密には簿記1級っていうのと、あと全国経理学校っていうのの上級ですね。このどっちかを取らないと税理試験をそもそもチャレンジできないと。ですので、ここですでにもうあるんですね、下手すりゃ2年3年とかかる可能性もゼロじゃないので、だって1%の確率もありますからね。でも最高でも本当10%ぐらいの試験です、日商簿記1級だと。ですので、まあ10%に入らないといけないと。もうそのためには本当にもう覚悟が必要ですよね、腹を据えるっていうか。だからまあそういうとこもやる気元気ってところにつながっていくんでしょうね。はい、まあそういう過程で、まあ本当にだから細かい情報っていうのはごめんなさい、全部言えないですね、なかなか。そしたらもう本当これパート100あってももしかしたら終わらないかもしれないので、もうどん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 割愛してエッセンスだけお話ししていきます。もうできたらもうこのね、そのパートできたら10までの間に終わらして、次のまた違う視点ですよね。短編短編で、もうやっぱストーリーのものっていうのはね、そう前のものを見ないといけないので、ましてや僕ね、そんなに有名な人間じゃないので、そのね、前の見て全部終わらせて、それがね、1時間ぐらいだったらもう鬱陶しいなってなっちゃうので、はい。なるべくちょっと終わらせて、まあ早めに、あれですね、この動画の完結ですね、していきたいと思います。はい。以上、今回は、その、どうやったらその税理士までの前の受験資格時点ですね、ここでの悩みですね。まあその自信のつけ方的なものをお話ししました。ご視聴ありがとうございました。